Hello, what's your name? 僕の名前は永峰翔平です。And where are you from? 僕は日本人です。And where did you study? 僕は今、チチェスターカレッジで勉強しています。And what are three things that you learned going abroad? ここで学んだ3つのことは、もちろん1つは英語ですね。あと2つ目に、コミュニケーションの取り方ですね。と3つ目に文化の違いを学びました。例えばここに初めて来た時は僕は英語が全然喋れなかったんですけど、と学んでいくうちにコミュニケーションの取り方だったり、他の国の学生とどうコミュニケーションを取っていくのかっていう方法を学ぶことができました。で、文化の違いは、例えばここの国にはパブが、このイングランドにはパブがすごいたくさんあって、で日本にはこのパブっていう文化がないので、そこの違いにもすごいショックを受けましたし、とそうですね、建物とかも全然違いますし、大きな教会も日本にはないですし、その大きな教会の作りだったり、まあ、毎晩同じ時間になる鐘の音だったり、そういうのをこう生活しながら感じました。